どうも、キスケです。ということで、久々のタッグキャラクターカリフラー&ケールが実装されたので、ちょっと使っていこうかなと思います。4突ですね。で、射撃タイプやのに打撃の攻撃力の方が高い。あれれ、おかしいぞ身勝手みたいやな。はい。で、アーツ、射撃アーツに対アーマー射撃 150% アップ、やばいなこれ、がありますね。身勝手って 100% とかじゃなかったっけ。身勝手じゃない、ゴッド、ん、ブルーゴジータか、ブルーゴジータってじゃなかったっけ、ちょっと覚えてないな。150はやばいですね。で、打撃圧突進系、特大ダメージを与えて発動時4ダメ 20% アップ、射撃アーマー持ってると。で、特殊圧が多分ぶっ壊れてると思ってて、発動回数1回で必殺圧をドロー、気力50回復、バニシング 60% 回復、発動回数3回。これがやばいんじゃないか。で、自身が敵に発動する火ダメカットの効果を 30% マイナス。で、究極圧、特大ダメージ、発動時、究極4ダメージが 40% アップ。不死身無効ですね。で、ヒット時、自身の手札を全て破棄して、カードをランダムに4枚ドロー。射撃アーマー持ってると。はい。特殊圧強いな。で、メインアビリティ、究極圧をドロー、体力 30% 回復、気力40回復、強いね。4ダメ 20% アップ、気力回復速度 60% アップ、消去不可なのいいなこれ、悪くないね。で、 Z アビリティこんな感じ。6突するとライバル宇宙ガールズサイヤ人、サイヤ人もか。で、ユニークアビリティ、場に出ると4ダメ 80% アップ、火ダメ 40% カット、特殊圧をドロー、発動回数1回、バトル開始から20カウント経過後、4ダメ 20% アップ、敵の攻撃をバニシングで回復する、回避すると火ダメ 20% カット、敵の攻撃終了後敵全体に交代禁止を付与3カウント。これはどうなんだ、これはどうなんだろうな。バトル開始時、必殺よダメ 25% アップ、射撃のコスト10ダウン、ドロ速1段階アップ、消去不可。あらあら、射撃圧ヒット時、射撃よダメージ 10% アップ、上限 30%、 敵に打撃圧のコスト50アップ、3カウント。火力キャラやね火力キャラやな。火力ガンガン取って、かつまあ特殊圧でバニシング回復して翻弄してっていう感じで戦っていけんのか。なるほどね。まあまあ強そうやね。ということで、ライバル中パーティーで使っていこうと思います。パーティー内に破壊神トップが入っております。やっていきましょう。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。髪の毛パーティー対戦やっていきましょう。これはね、赤色多分出てこないと思うので、まあでもこういう感じでいこうか。はい、お願いします。先手カリフラー&ケールどうなんやろうね。あ、緑出てこへんのか。一応特殊圧を持ってくるっていう能力があるんで、まあどうなんかなとは思うけど、普通に強いとは思うんだよな。はい、通常で間に合い、いやーナイス、通常で間に合わして、オッケー、射撃アーマーです。あ、強っ強すぎ、やばすぎんだろ。いい火力、まあ身勝手が耐久ないもんなとんでもない火力やったぞ。 OK、 結構近づいてくるタイプ。はい、まだメインは溜まってない。はい、カリフラー&ケールさんですよ。はい、悪くないね、いい火力だ。あ、そのタイミングで出てくるのか。
ッケー。オッケー。いやーこれ中距離特殊ぶっぱちょっと嫌なんだよな。うまい。通常。あー危ねー危ないよ。入る。ドーン。いや火力高くね、マジで。いや出てくるか相手のパーティー結構半壊させてるけどなこれ。はい、ペン。さあ手札吐き。これ救急カーツ多分どっか行ったでしょう。じゃあ救急カーツで行きます。行くぞ。ナイス。さあラスト2。はい、さあラスト。近づいてくるんだよな、撃っちゃうかもはい、ナイス、勝ちですね。あざした。さあマッチングしました。髪抜きパーティー対戦やっていきましょう。なんか最近すごい髪抜きパーティーよく見るんだよな、なんでなんやろ、わからんね。あー、まあこういう感じでいきますか。はい、お願いします。バドスじゃなくてビルスなんですね。 OK。 あ、黄色2枚か。え、黄色2枚なんやまあ赤色出してないけどさ、俺してやられたというやつですね。お願いします。まあこれはしょうがない。はい、オッケー。お、びっくりマーク見えてる。ナイス。いやータイミングよく出てくるな。あれ必殺技は危な。 OK 入る。まあこのまま殴っていこう。よし、結構出てくるね。いやすごいな色相性見えてる、あなた見えてない、もしかして、もしかして見えてない系ですか。はい、有利属性入ったけどこれ間に合ってんのか。強え、強っ。最速、火力やばすぎ。はい、撃っちゃおう。かわいい。はい、さあこれでバリシング奪ったんで多分いけるでしょう。なんならライジングぶつけ合わして、もう相手の勝ちをなくしても良さそうやけどね。はい、多分これライジング打ってくると思う。そうね、オッケーオッケー。これで相手の勝ちはなくなったんじゃないか。はい、バニシングないよねちょっと心配になるんだよな。確かないはずないけど。あ、強っ。オッケー、これはドロソクアップでガンガン削れるはず。これさ、打撃アーツに組み込まれてんの珍しくね、タックキャラ。よっしゃー。まだまだこんなもんじゃねえぞ。私も姉さんと一緒に強くなってみせます。
さあ、マッチングしました。髪の毛パーティー。また髪の毛パーティーや。マジで多くね？なんでこんな多いんだ？すごいんやけど。めちゃんこブー多い。まあ、これでいこう。お願いします。まあ、ブルー悟空入ってるけど出てくんのかな？出てこなさそうやな。うん。オッケーオッケー。まあ、特殊カバちゃん多いけど、破壊神突破でカウント付与して、効果力ぶち込んでいこう。謝ったって許してあげません。はい、破壊神突破強大な敵ついてないのなんでなんやろ。なぜやな。うまい、ドンピシャやったな。はい、ダーン、破壊、最速いただいていくぜ。これで特殊圧で必殺圧呼んできてぶっぱなしちゃおうか。 OK、 ドラゴンボールついとってほしかったな。いや、いい火力なんだよな。悪くないんすよね。はい、逃がさん。もちろん落ちるよ。オッケーオッケー、バニシング回復して。おほう、危ない。カリフラケールのお時間ですよ。泥足のパワー舐めるなよ。はい、こうやね。究極アーツマジで可愛い。二人合わさるところ、これだけで買う価値あるぞ。ここここマジ強いんやけど。火力めっちゃ高いわ。さよなら。それはダメよ。あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はカリフラ&ケール使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ個人的な印象は、タッグキャラクターの中では一番強いんじゃねって思えるぐらい、まあパワフルでしたね。やっぱ火力すごい出るし、泥足もあるし、バニシング回復もできるんで、わりかし何だってできちゃうのかなっていう印象かな。ただまあちょっと今使ってる凸が、まあ、4凸とかなので、まあ耐久はもちろんあまりないですよね。うん、ただ火力に全振りみたいなキャラクターなんで大丈夫なんじゃないですか。うん、まあシャンパよりかはいいんじゃないかなと個人的には思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。